ではお待たたたせいししました、えー、それでは2時からのセッションということで先ほどキーノートで、えー、登壇しましたスクエア・エニックスの畑と申しますキーノートではあまり深く、えー、お話しできなかった技術的な話について、えー、1時間、えー、セッションとしてお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします 先ほどのキーノートでも、えー、利用させていただいたスクリーンショットになりますがユニティで移植したということで、えー、添付のスクリーンショットを、えー、掲載しております今日はあのテクニカルディレクターとしてスクエアニックスから私ハタと、えー、開発チームであるトウセ様からタツタ様伊藤様金子様での3名とともに、えー、プレイステーション2で発売されましたドラゴンクエスト8の、えー 移植の話話についいいいてて、えー、お話しさせたただきたいと思います本日のアジェンダですがまず最初に当世、えー、の伊藤様よりプログラマー編続いて金子様よりデザイナー編で続いて、えー、達太様の方からゲームデザインに関するお話をしていただいて。 再び伊藤様にお話しいただく内容として、ユニティのテクニカルノートについてお話をしていただきます。最後に私の方から、ユニティと移植タイトルの信用性であったりとか、今後移植を考えていらっしゃる方へのアドバイスといいますか、総括的な内容をさせていただきたいと思います。それでは、プログラマー編ということで、伊藤様にお答えしたいと思います。 東瀬の伊藤ですドラ,ドラゴンクエスト8の開発においてメインプログラマーを担当させていただきました私の方からはオリジナルリソースを移植の際に行ったことあとは気をつけたことなどをお話しできればなと思いますよろしくお願いします はい、といととうことでですね、まず、えー、こちらに書かれていますのはソースコードのコンパイルと書かれていますが、えー、私たちがオリジナル版の「ドラゴンクエスト8」のプログラムソースからユニティで動くようにそこまでなるために行った作業をお話しさせていただきますはじ、えー、めに本作プログラム言語として選択したのは、えー、私たちは、えー、C++ から作られていたことから C シャープを選択しました まあ当然そのまま動くわけでもないので C++ から C シャブでコンバート作業を行わないといけないんですけれども CPP と,とヘッダーファイル合わせて数百以上あったんでそので地道に手で作業で移していくとなると途方もない時間がかかってしまいますそこで私たちがこちらに書かれているんですけれども えー、C++ の定型文法を C シャープ文法へと変換するコンバートツールというものを作り、えー、それを利用しましたこのコンバートツールでは、えー、CPP ファイルとヘタファイルの両方もしくは片方だけを指定してそのファイルを元に CS ファイルを作成しますツールは、えー、C シャープでの文法の置き換え作業をコンバーターが行ってくれるんですけれども、えー、例えば、えー、シャープインクルードインクルードガードとかですね を削除したり、えー、クラスや構造体にパブリックの、えー、アクセス指定値をつけたりあとはグローバル関数などは Static、あのー、ク,クラスを作ってそちらに移動させるといったことやあとは、えー、CS ファイルですねそちらを生成するときに UTF-8 の形式あとボム付きですねにして作成したりとか行いました。 といった感じで、決まったルール、決まった定形文で置き換え作業をざっくりと修正して行うことで、かなり個数は削減できたかなと思います。ただ、それでもやっぱりルール通りに書かれていなかったりとか、あとは関数の内部の処理が一括で置き換えられなかったりとかいう場所もあったんで、そういう場所はまず一旦全てコメントアウトで外しました。そうやって、まずビルドが通るようにしておいて、 その後は手作業で置き換えをするというそういった作業をしていきました、まあ、あのオリジナル版の作業者がバラバラだということもありますしあ,のあとは PS2 からの別ハードからの移植ということを考えると、まあ、どうしてもこの作業は避けられないのかなというところはあります、はい、続いてリソースの仕分け方ということについてお話しさせていただきます スマホ版ドラクエ8ではオリジナル版のリソース量を作り直してしまうとあの膨大なコー数がかかってしまうんで利用できるリソースはそのまま使うという選択をしました利用した資産にはあのマップキャラクターといったデザインデータやバトルで使われている AI データあとは、えー、バランス調整すでにオリジナル版になされているエンカウントテーブルやステータスパラメータのデータっていうものがあります イベントスクリプトなんかもあの基本的には持ってきてるんですけれどもあの今回スマホ版が縦画面になったということで例えば画面に映るオブジェクトが、えー、見切れてしまったりあとはカメラ外に映ってはいけないものが入り込んだりしてしまっていてそういうところはあの調整して使えるようにしてそのまま使っていきました次に逆に利用できなかったもの作り直したものっていうのは 例えばモバイルになって全部一新した UI ユーザーインターフェースや PS2 版の PS2 の描画ライブラリの置き換え作業などが挙げられるかと思いますその他にも、えー、プログラムソースに関してですけれど PS2 版ではリソースの同期読みを行っていた場所があるんですけれどそちらはアセットバンドルであの非同期読みへ変更する 対応する作業が必要になってその作業が大きかったりあとはガベージコレクションの発生頻度などをどんどん抑えるための小さな工夫などはあのプ,ログラムのプログラマーの作業としては大きかったかなと思いますあー、えー、ハードとプログラムの言語が違うっていうための作り直しももちろん大きいかなと思うんですけれど PS2 っていうディスク媒体に だったからこその作り方っていうところからモバイルへの持っていくっていうところが作り直しが必要な大きな要素の一つだったんじゃないかなと思います、はい、ということでプログラム編は一旦以上でおしまいですでは続きましてデザイナー編をよろしくお願いします はい、東瀬の金子です、えー。私の方からはデザイナー編ということでお話しさせていただこうと思います、えー、まずデータ変換軽量化ということで、えー、本プロジェクトでは非常に大量のグラフィックデータを扱っています、まあ、どのぐらい多いかというと一つのユニ,ユニティのプロジェクトで管理しようとするとエディターが非常に重くなってしまって、えー、管理しきれないほど の量とということになりますですので本プロジェクトでは複数のプロジェクトに分けて、えー、データを管理しています、まあ、そんなに大量にデータがありますので、えー、当然ですが人の手でこれらを変換や軽量化をするというのは非常に人数がかかりますしミスも増えます、まあ、トライアンドエラーを繰り返すのが大変になりますので、えー、当然のように できる限りこれらの作業を自動化を行っております、まあ、やり方としましてはソフトイマージから、えー、バッジとスクリプトで必要な FBX や、えー、情報を書き出しそれらをユニティ側のエディタスクリプトによってさらにインポートするという形で行っています、まあ、もちろん原ポリの作業ですとか、えー、デザイナーのセンスが必要な作業については、えー そうですね、手作業で行っておりますまた自動変換を通すためにデータを整形する作業等も手作業で行っております、まあ、ただこのように自動化しておくことでデータ数の割には非常に少ない人数で作業ができたというのがありましたではその内容を少し細かく説明していこうと思いますまずメッシュの結合ですね、えー、PS2 のデータは そのハードの特性上ドローコールをあまり考慮しない作りになっておりますので、まあ、このような加工を行っておりますもちろんあのマテリアルアニメーションをする部分ですとか表示・非表示をする場所などまとめてはまずいメッシュは自動で判別して、えー、省くようになっています次に テクスチャの結合ですね。これはアトラスを作成する作業は少しセンスが必要ということで、えー、デザイナーが手作業で行っておりますその配置されたテクスチャの配置情報をもとに、えー、テクスチャの差し替えとまた UV の座標の調整を自動で行っております次にマテリアルの結合ですね これもドローコールを減らす目的で行っております。もともとは左の図のように大量のマテリアルが存在しているのですが、えー、モバイルでは重くなってしまうということで、自動処理を通すことによって、右のように少ないマテリアルになっています。次にマルチ UV の結合ですね。えー、DCC ツール上での作業中は、 まあ、作業のやりやすさの面から、えー、デザイナーがこうやって UV を増やしてしまうことがあるのですが、まあ、このまま書き出してしまうと頂点の情報量が増えてしまったりですとか意図しない UV が適用されてしまいますのでこのように自動的に結合しております次にユニフォームスケールアニメーション変換を行っておりますこちらは処理負荷への対策になります ユニティではスケールの XYZ にバラバラの数値が入るとクリエイト v b o という非常に重たい処理が発生しますこれをさらにアニメーションさせてしまうとマイフレームこの処理が走ってしまいますのでスケール XYZ の数値が統一されたアニメーションになるように自動的に加工しています、まあ、左の図のような状態から右の図のような状態に加工しているということですね 当然動きが不自然になるような場所も出てきますのでそういった場合は手作業で修正します次にフラットなアニメーションの削除、えー、これはメモリー削減を目的としていますキーフレームが少なくてもカーブが存在するだけでメモリをそれなりに消費してしまいますので、えー、こういったフラットなカーブは削除しています次に不要なノードの削除になります これもメモリ削減を目的としています。まあ、例えば指先やつま先などの目立たない部分のボーンを自動的に削除しています、まあ、先ほどのフラットなカーブの削除と合わせてこれらの処理をすることによってフィールドに主人公が1人で立っているような状態で9メガバイトほどメモリ削減をすることができました またそのこのような軽量化だけでなく FBX に書き出せない情報の書き出しやゲーム向けのデータ加工も自動で行っておりますただ一般的な内容が多いですのでここでは一つだけピックアップしてご説明しようと思います、えー、またスケールアニメーションの軽量化ですねこれは先ほどのスケールアニメーションの軽量化とはまた 別のアプローチでも行っておりますのでご紹介したいと思います、えー、クリエイト v b o 対策でトランスフォームのスケールアニメーションカーブを頂点シェーダー側のパラメータに渡しているというところです、まあ、この図はどちらも同じ Unity のプリミーティブのキューブを使用しているのですが、えー、左の図にはトランスフォームのスケールの値にバラバラの数値が入っているのがちょっと見にくいですが ご確認いいただけると思いますで右の図ではスケールは全て1になっておりますそしてその代わりにマテリアルのパラメータのところに、えー、数値が入っておりますこのパラメータで、えー、頂点シェーダーによって頂点座標を移動することによってスケールしているように見せることができるんですね このようにしておくとクリエイト v b o という処理が走らなくなりますので、まあ、効果としては 60ms ほどかかっていたスケールアニメーションが 15ms ほどに抑えられるということができましたこれも自動化しておりまして主にエフェクトの修正作業では役に立った手法になります 次にシェーダーについても少しお話ししたいと思います、えー、本プロジェクトではモバイルゲームとしては非常に大量のシェーダーを扱っています生成方法としましてはざっくり言うと各マテリアル名についたシェーダーフラグを参照してそれに合ったものをバッチによって生成するという流れになっていますまた本プロジェクトでは CPU 負荷を下げる目的で えー、左の図のようなエフェクトのテクスチャーアニメのブレンドやアニメーションもシェーダーで行っておりますのでここまでやるとシェーダーの数が4600個ほどになりましたちなみに右の図のフェイスアニメーションはシェーダーではなくレンダーテクスチャーで実装していますちょっと混乱させて申し訳ありません、まあ、4600個というのは多いのかもしれませんが ただバッジによって作成しておりますので、えー、管理上は問題ないかと思っておりましたただし本プロジェクトではこの数の多さというのが色々と悪さをしました、まあ、例えばユニティ上ではシェーダーをマテリアルのドロップダウンメニューから選べなくなるですとかバッジに一気に修正をかけるとインポートに非常に時間がかかるとですとか、えー そして一番問題になったのはゲーム上で角つく問題です u、ね、えユニティではシェーダーをランタイム上でコンパイルしておりますのでそのコンパイルがかかる一瞬に角つきが発生しますこれだけシェーダーが多いとその新規で読み込まれるシェーダーも多いので角つきの頻度が多くなります、まあ、先読みしてコンパイルしたシェーダーをメモリーに常駐させるにしても 数が多すぎてメモリに乗り切らないということになります。ということで、えー、少し処理が重くなりますが様々なブレンドパターンに対応できるようにシェーダーを書き換えたりですとか、まあ、アニメーションパターンをスクリプトで処理する等で数を減らし、えー、それからよく使用するシェーダーを50コードピックアップしてそれだけ先読みしておくことで対処しました。 ま次回やるときはそのテクスチャアニメ等はレンダーテクスチャを使用してやるとかレンダーキューはすべてスクリプトで設定するとかしてやると数が減らせるかなと思っております、はい、私からは以上になります。 えー、当世のタタで当のす、えー。スマホ版ドラゴンクエスト8では、えー、開発側のディレクションを担当しておりました、えー、さてここからはゲームデザイン編となります、えー、スマホ版のドラゴンクエスト8ですがとにかく、えー、スマホに特化したらどうなるのかというチャレンジの連続でした、えー、スマホ向けの移植として意識したのはすごくシンプルな発想で、えー、スマートフォンで気軽にプレイしやすく ですその上で横持ちでスマホをゲーム機として見立てるというのはすぐに発送できるのですがそれはそもそも PS2 版を遊ぶのと何ら変わりませんこのようにスマホをゲーム機の代わりとするのではなくスマホとして遊べるゲームというものを目指しましたというわけで移植作にもかかわらずまずは縦持ちのプレイスタイルにしました 理由はシンプルでスマホは気軽に横持ちでは遊ばない使わないということですねよく言われるのがスマホユーザーは面倒くさいとかわからないとか思った瞬間に操作をやめるということでもちろん横持ちであれば移植も楽ですしいろいろなことができるわけですが反面あの操作は複雑になりやすいです元がボタン操作をベースとしたゲームであればなおさらかなというふうに思います えー、そこで誰でも気軽に遊べる「ドラゴンクエスト」だからこそ、えー、スマホとして縦、えー、持ちのスタイルに変更そして、えー、片手で遊びやすく気軽にプレイできるというのをキーワードとして、えー、全ての UI デザインの刷新を行いました、えーまあ、何よりプレステ2の「ドラゴンクエスト8」というものをあのそのまま全て手のひらに収められたらすごいロマンがあるんじゃないかなというところも大きかったです 縦、えー、持ちのプレイスタイルに変更したことで全ての UI デザインを刷新する必要があったのですが、えー、そもそもスマホへの移植という時点でフルタッチによる操作に変更する必要がありました、えー、当然ですが PS2 版はボタン操作を前提として作られており、えー、これをスマホにそのまま移植してもどうしてもボタンがないというイライラが生まれてしまいます スマホ版ではこういったボタンがないイライラ感をいかに解消するかというのをポイントとして全ての UI デザインの刷新を行いましたで,ではそれでは具体的にゲーム中における UI と操作感についてムービーをご覧頂ければと思いますまずは吹き出しアクションのムービーです えー、PS2 版では特にナビゲーションの類は画面に表示されていませんでしたが、えー、スマホ版では調べられるものに近づくと画面に吹き出しが表示されるようにしています。えー、その時一番近くの反応する吹き出し、えー、つまり PS2 版で丸ボタンを押すと反応するものはチカチカと拡大縮小を繰り返して表示されるようにしました。 えー、さらに移動パッドの中央部分も点滅しますので、えー、画面を見ただけで何かが反応するとかタップができるという情報が伝わるようになっています、えー、また複数の対象がある場合ですが吹き出しは数多く表示されるのですけど、えー、先ほどお話した通り一つだけがチカチカと表示するのでまずこれが反応するということが画面を見るだけで分かるようになっております まあこのように初めて操作したユーザーの次は何をすればよいのかというイライラ感に対して画面情報を見ただけで直感的に選択できるように工夫しました、はい、では、えー、次に、えー、オート会話機能のムービーです すみません。あっ、すいません、い <laughs> きましたね。次に、オート会話機能のムービーですえ。コントローラーによる操作と異なり、3D 空間に配置されているキャラクターにえ、バーチャルパッドで近づくというのはなかなか難しいです。 えー、うまく近づくことができなかったり、もしくは通り過ぎてしまったりして、なんだかコントローラー操作の方が良いという感じでイライラしてしまいます。そこでスマホ版では思い切って会話できる範囲をリングの画像で、えー、明確に表示させ、ユーザーに対してこの辺りまで移動すれば会話できますと明らかにわかるようにしました。 えー、そして対象のキャラクターに近づくというのはつまりそのキャラクターと会話したいと思っているからこそ近づくわけなので、えー、スマホ版仕様として近づいて止まるだけで、えー、自動的に会話が始まるようにしました、えー、またあのオート移動オートで会話が始まるようにしたので逆に会話中でも移動すれば即中断するという要素も追加しております えー、こちらはオート会話機能実装によって話すつもりじゃなかったのに近づいたというような状況の操作ミスに対して、えー、イライラを解消する工夫となっております、はい、では、えー、次に先頭の UI をご覧くださいはい先頭の UI です、えー 戦闘については、今回のスマホ版では、主人公も含めて全員が作戦 AI 行動で動くという仕様を実装しました、えー。こちらもプレステ2版と異なり、ボタン連打で戦うというのがタップ操作ではできませんので、できるだけ少ない手数で快適にゲームを遊べるスマホ用の仕様としました。 えー、基本的に通常の戦闘では AI 任せでタップ1つで進められるように AI の調整も行っておりますので、まあ、随分とイライラ感がなくなっているのではないかと思います、えー、またユーザーが選択した行動というのは次のターンでも引き続き表示するようにしておりますので、まあ、こちらもできるだけ少ない手数であの連続してプレーを楽しんでもらうための工夫となっております このようにあのメニュー系の UI というのは、えー、ボタン類の配置は基本的にスマホ画面の半分より下に配置するようにしました、まあ、これは片手持ちの際にタップする親指が届く範囲というのをレイアウトのルールとしての基準としているためです はい、えー、それでは最後にオート移動のムービーです、えー、スマホ版ではオートというボタンをタップすると、えー、向いている方向に自,然あの自動的に進み続けるという仕様を追加しております、えー、ドラゴンクエスト8は非常に広大なフィールドマップを移動することが多く、えー、移動パッドだけの操作ですとあのずっと押していると疲れるとかなんだか指の位置が徐々にずれていくといったような形でイライラすることがありました、えー そこであの今回追加したこのオート移動中は、えー、基本的に画面を触る必要もありませんし、えー、長時間移動パッドの操作をすることに対してはかなりあのイライラ感というものを軽減できたのではないかと思いますでこのオート移動中は画面ほぼ全体でカメラも操作できますので、えー、視点移動ですねカメラの視点移動もより楽になります、えー、他にも、えー、縦画面プレイに合わせてカメラ視点の調整 えー、もしそれと、えー、扉に向かって移動し続けるとオートで扉を開ける、えー、ルーラーボタンのショートカットルーラーボタンというのは、まあ、よく移動するコマンドですね移動に関わるコマンドみたいなものはショートカットで、えー、画面のトップに置くようにしたというところですねあと、えー、ナビマップナビゲーションマップを常に表示させるというものを、えー、実装しております。 えー、このように片手で気軽に遊びやすくという発想からスタートしてユーザーのイライラ感をいかに軽減するかということに対してできる限りの配慮を考え抜いたのが今回の UI 思想および UI デザイン刷新の根幹となっております、えー、以上がゲームデザイン編となります はい、えー、再びお願いします、伊藤です。それでは次にユニティのテクニカルノートということで、えー、本プロジェクトで行った情報を2つご紹介させていただきます。はい、ということで、1つ目、ビルドサイクルのお話です。まずスマホ版の「ドラゴンクエスト8」やはりとても大きな規模のプロジェクトだったということで終盤、ビルド時間がとてもかかってしまいました。 でその配分なんですけれど、えー、スタートの状態を、えー、Unity の iOS プラットフォームに切り替えた状態をスタートとしてでまず Unity のビルド時間が、えー、X コードプロジェクトを作るのに10分ですねこちらがだいたいゲームのデータのコピーが入っているのでそれぐらいかかるかなというところですで次にです、ね、X コード自体のビルド時間に10分ぐらいかかります で最後に、えー、そのビルドが終わって実機に転送するのに10分ですねそれでトータルの30分っていう時間がかかっておりましたスムーズにいった時にこれぐらいの時間がかかるということなのでここに例えば先ほど金子が言いましたようにシェーダー全部の更新なんかがかかってしまうと Unity 自体のインポートがは走ってしまいあのアクティブ Unity のエ,ン、えー、エディターがアクティブになるまで結構待たされます 他にも SVN の更新自体もかなり時間がかかってしまうので日々の作業が本当に待たされる時間のかかるものばかりでしたそこで、えー、普段の作業効率がかなり悪かったのを何とかするためにいろいろ改善案を試しました例えば、えー、必要最小限のデータ、えー、決まったマップ決まったモンスター決まったキャラクターですねを用意することで各段階のデータコピーっていうのを抑えることができます まあ普段、テストするぐらいにはいいんですけれども、これは最終的にはやっぱり使えなくなります。他にも、社内のサーバーにアセットを置いて、そのリソースをダウンロードしてキャッシュに載せてしまうと、そうすることで、データは転送をかける時間を軽減できます。これは一度キャッシュに載せれば、次はリソースの転送をしなくてよいので、何度も繰り返し実機で確認する作業の際にはとても役立ちました。 ただ、えー、これも毎日データを作り直しているので結局、最低1日1回は長い時間があってしかもそのキャッシュに載せない場合普通に今まで通りやった場合よりも長くなってしまうので一長一短かなというところはありましたでです、ね、とりあえずそういうことでいろいろ苦戦してたんですけれどもあの一番効果のあった解決策としましてはこれはもう全然テクニカルでも何でもないんですけれども性能の良い マックを、ね、買ってもらうということがあのビルドサイクルが早くしてくれた改善策になったということにつながりました、えー、今からだとです、ね、2つ前ぐらいですか2013年の夏ぐらいに出ていた MacBookPro のレティナモデルをさらにカスタマイズして手に入れたところその先ほど説明していた30分というか時間がです、ね、半分以下の10分少し10分と少しぐらいの時間でできるようになりました 内訳を見てもらえると分かるんですけどもあのやはり大半のデータにのコピーに時間を使ってしまっていたんでそので SSD になったことでその速度が速くなってその随分変わったんだなと思いますということなのでそのプロジェクトのお困りの方はちょっと相談してみてはいいのかなというところはありますはいそして続きまして オリジナル版の当たり判定というこ,とで、えー、これはドラゴンクエスト8に限ってのことなのかもしれないですけどもあのマップとキャラクターの当たり判定のお話です、えー、スマホ版のドラゴンクエスト8ではこの当たり判定を、えー、基本的には PS2 版のものを移植しましたで移植した理由としてはですけどね、えー、先ほど説明でありましたように、えー、移植資産としてオリジナルのマップと キャラとデータを用意していたので同時に当たり判定も移植する必要がありましたただ、えー、移植といってもある程度マップデータなんかはユニティ用にデータが用意されているんで、あので、ー、そのまま処理が使えるわけでなかったのと PS2 のライブラリによって実装されていた部分もあったのでそこは、えー、ユニティの処理に置き換える必要がありました例えば、えー、ここに書かれているキャラのマップに対する当たり判定 なんていうののは、えー、当たり判定用のモデルがアセットバンドルになっていたのでユニティの当たり判定を、えー、使用していますただそれだけでは当たり抜けが発生してしまって,落ちてキャラクターが落ちていってしまうのでユニティ、えー、私たちがやったことはユニティの当たり判定でヒットしたポリゴン情報っていうのを作ってでそれを PS2 版のオリ,ジナルリソースオリジナルのソースの当たり判定の処理に渡してしまって PS2 版の当たり判定処理を再現しました Unity の当たり判定というのはコライダーの単位で判定するようになっていてですねで最も近くでヒットしたポリゴンというのを1個返す仕様になっていますで普通は一番近くでヒットしたポリゴンで問題ないんですけれどあのオリジナル版ではそのポリゴンの属性によってはそのポリゴンを無視してその次にヒットするポリゴンが欲しいみたいな場合があります ですので結局、自作で用意したんですけれどその処理としてはあのヒットした座標っていうのをまず最初にヒットした,した座標があるんですけれどそこから、さらに、えー、その座標から新たに例を飛ばしてポリゴンの当たり判定を行い、えー、ど,んど,んどんどん当たり判定を続けて指定された線分の範囲でヒットするポリゴンっていうリストを作って返すようにしています。 まあそんなことをしているとですねそれこそ数百回の霊を飛ばすことになってしまってで処理的にもすごく重くなる要因になってしまったんで、まあ、ちょっと工夫としてはですねここに書かれているんですけれどもあの操作のキャラだけプレイヤーキャラだけ適用させるようにしてしまってその村人とかはユニティの当たり判定だけでなんとか賄えるようにしてやり過ごすことができましたはい、ということでご参考になればなというところです 以上ですテクニカルノートでした、はいえー、それでは最後に私の方から今まで技術系のセッションとしてプログラムデザインあとゲームデザインの話をさせていただいたと思うんですけれどもそちらの方の総括という意味を含めましてお話をさせていただきたいなと思いますはい えー、まず、ユニティで移植を成功させるためにはというタイトルで書かせていただきましたが、まあ、本作は非常に大きなタイトルでして、えー、移植をするにあたって非常に苦難がたくさんありました。えー、そういったものを踏まえて、まあ、今後、まあ、移植を考えていらっしゃる方への、まあ、メッセージとして、えー、こういった図で、えー、説明、お話しできればなと思います。 まあ大きく分けて一番下の移植元データプログラムというのは一旦除いて5つの要素があるかなと思っておりますで詳しくはこの後スライドでお話しさせていただきたいなと思いますでまず一つ目がですね当たり前なんですけれども移植するタイトルというものが本当にユニティと相性がいいかどうか もっと言いますと利用するゲームエンジンと相性が良いかどうかという点について考慮していただく必要があるんじゃないかなと思いますこれは開発を始める前にいろんなエンジンを検証されると思うんですけれどもそちらでまずは過去資産における相性というのをゲームのプログラムあとリソースのデータを含めてまずそれを検証していただきたいというお話です 特に伊藤さんの方からお話があったと思うんですけれども C シャープへのポーティングということでユニティでは大体いい C シャープを選択される方は非常に多いと思うのですがコンソールのタイトルというのはもともと C シャープが言語として利用できない環境で作っていることが非常に多いタイトルがありますので C++ ですとか C の言語から C シャープに移植する際の え公文や文法の違いまたはメモリ管理の違いといったものが一番問題に上がってくると思いますのでこういったところを事前に考慮した上えで本当にそれを移植してもメリットが大きくならないかかどうかデメリットが大きくならないかどうかというところを注意深く検証していただきたいなと思います。 やっぱりここでつまずいてしまいますと、実際プログラム自体はそのまま移植したとしても、どこかでパフォーマンス的に低下してしまうですとか、えー そういった問題が発生しやすくなりますので、事前にこういったところは非常に検証する必要があります。で、最後に、プラットフォーム依存な処理というふうに書かせていただきましたけれども、特にコンソールのタイトルというのは特殊なチューニングが施されたチップセットが乗っかっていることがありますので、そういったプラットフォーム依存な処理が ソースコード上あまり多くないかどうか、それがモバイル上のデバイス上のチップでちゃんと再現できるのかどうか、といったところを、えー、事前に調査した上で、えー、移植を始めていただきたいなと思います。 で、最後に、えー中断セーブ可能な作りかどうかというふうにちょっと書かせていただいているんですけれども、え先ほどのキーノートでもお話しさせていただきましたが、まあユーザーさんはスマートフォンを使ってゲームを遊びますので、えいつ何時アプリケーションが終了するかわかりません。で、コンソールのタイトルというのはもともとセーブデータをえー作るという行為をゲーム上のどこかの画面で必ず行うという実装になっているケースがありますので、それとは違う。 という意味で、えー、ちゃんと中断セーブができるようなプログラムになっているかどうかそこを、えー、しっかり確認をしていただきたいなと思います続いて、えー、動作スペックの定義のお話になります、えー、これはもう非常にシンプルなお話なんですけれども実際、えー、皆さんがお作りになるコンテンツがお客様に届くまでに えこういったデバイス OS スペックえ内蔵のストレージのサイズ最後にパフォーマンスといったものを考慮した上で最終的なえ動作スペックの定義を行うと思うんですけれどもえここを慎重にやっていただきたいというところですねえまず最初にデバイスですがえもちろんこの iOS、Android 両対応してマルチプラットフォームで展開するというふうにすることでより多くのお客様に展開配信をすることができますこれを片方どちらかに限定してしまいますと配信したお客さんの数がもう極端に半分以下になるケースも多々ありますのでそこはまず吟味しましょうとその上で実際に動く OS のバージョンはどうするかこれは日々 変化してくる内容だと思いますのでこれは現在のトレンドに合わせて、えー、定義していただきたいなと思いますドラゴンクエストでは Android は4.0以上で iOS は6以上の、えー、ターゲットに設定をして、えー、配信を現在行っております、まあ、それにひも付いてスペックといったものが出ますが特に Android に関しては、えー、グラフィックスと CPU の組み合わせがかなり複雑になった状態で、えー、皆様に皆様がお使いになっていると思います え少なくとも Google プレイで配信する際にまあチェックボックスの数皆さん見たことあると思うんですけれども数千個のデバイスのチェックを入れなきゃいけないといった現状がありますのでえ一体どこに落としどころを決めてえ配信をするのかといったところもえ非常に重要になってくると思いますその上でそのデバイスが持っているストレージが一体内蔵でどれぐらいの容量を持っているのか最近は数百メガバイトっていうのはなくなりましたけれども お客様によってぱそういったユーザーさんもいますしやはりターゲットの OS を下げてしまうと古いデバイスにぶち当たることがありますのでその場合内蔵ストレージはやはり少なめで見積もらなきゃいけないとそういったところも踏まえて最終的にパフォーマンスを決めてプレイヤーの皆さんにアプリケーションを配信していただきたいなと思います続いて最適化済みのデータということでデータに関するお話です 先ほどのストレージの話が出ましたがスマートフォンのデバイスというのは内蔵ストレージの数がサイズがいろいろ違いますのでどういったところをまず検討すべきかというところで特に「ドラゴンクエスト8」では非常にインストールのサイズが大きくてですね インストールする際に圧縮展開を含めて大体 3GB ぐらいの空き容量がないとインストールができないといったアプリケーションになっていたりしますそうなってきますと 3GB も空いているデバイスって一体何だろうかっていう話になってきますのでそれを逆算していって先ほどのようなスペックの定義を行うといったことも必要になってくるという話です もちろんデバイスにインストールする際のサイズを小さくできればなおよしということでもともとコンソールで持っているこ,のこれらリソースデータをどれぐらい最適化できるかというのが非常に重要になってくると思います先ほどの金子さんのお話にもありましたが例えばモバイルデバイスでは特に不要だと思われるようなポリゴンであったりとか、動き、アニメーションであるものはカットしてしまう。 そういったことでメモリであったりとか容量の削減を行うことができるのでより展開できるデバイスの数も増えてくるんじゃないかなというお話につながっていきますでそういった開発の体制を決めて実際にサイクルとしてどういうふうにワークフローを回していくかという話なんですけれどもユニティは、えー、非常にありがたいことに まあ、ソースコードのバージョン管理システムですとかあと、ジェンキンスと呼ばれる、まあ、継続開発ですねそういったものに対して非常に親和性が高い、えー、開発環境が整っている、えー、環境だと思っていますのでそういったものをなるべく活用していただいてこのサイクルをなるべく手動ではなくて自動化するといったことをまずやっていただきたいなと思います。 伊藤さんの話もありましたがビルドの時間が非常に時間かかってしまうということもありますのでそういったものは夜中寝ている間に機械的にやらせてしまって朝出社した時に新しいバイナリーを手にしてテストをするそういった開発サイクルっていうのを構築していただきたいなと思いますで加えてユニティのエディター拡張というのがもちろんありますのでこれはもともとユニティが持っていない機能を アプリケーションに合わせて拡張していただきたいなというお話になりますそして最後のお話ですがレスポンスを上げるための工夫といいますか考えておいてほしいということでメモリのお話です スマートフォンのメモリっていうのは、まあ、最近は 1GB 以上のメモリを積んでいるケースが増えてきましたけれどもそれでもアプリケーション特に Android は皆さんいろんなアプリケーションをバックグラウンドで動かしていると思いますので実際空いているメモリっていうのは iOS も含めると大体1 0 0メガとか1 5 0メガぐらいで検討していただくのが一番いいのかなと思っていますその中でアプリケーションが必ず動作をして クラッシュしないということを前提に作っていただきたいと思いますたまにも潤沢にメモリを使いまくってアプリケーションを起動するだけでバックグラウンドの他のアプリまでも巻き添えにして終了させてしまうようなケースも多々あるんですけどそういったものは避けていきましょうというお話です で与えられたこのメモリの中でキャッシュと呼ばれるところですねキャッシュをうまく使ってあげてユーザーさんがよく利用する機能とかメニューとか操作といったものはなるべくオンメモリで展開してしまってすぐ使えるようにすると。 逆にあまり使わないものに関しては毎時読み込みをして、えーまあ、労働時間は犠牲になりますけれども、えー、その分あの、安心して、えー、プログラムの安定度を上げるための工夫をするですとか、そういったところに気を配っていただきたいなということになります。はい、以上でス、えー、スクククエニニと東の方から、えー、テクニカル、 セッションということで、えー、お話しさせていただきました、えー、Q&A なんですけれども、えー、ちょっと時間もしているのでまあ、1件2件だけ受け付けたいと思いますあとですね、えー、ちょっと東手さんの方が、えー、この後もうすぐ日本に帰国しなければならないというスケジュールになってましてちょっとこのセッションの後の質問をちょっと受け付けることはちょっと時間的に難しいですですのでちょっと大変恐縮なんですけれども今の1、2件の、えー、質問だけでちょっとお勘弁してください 아또レ시버バをお願いできますかすいませんスタッフの方レ시버バってありますか아아예 안녕하세요 저는 이강인이라고 하는데요. 어 아까 프로그래밍 편에서 그 이식 과정에서 C샵으로 변경을 하면 그 가비지 컬렉션 관련돼서 문제가 몇 가지 발생을 했고 해결을 하셨다고 하셨는데요. 그 부분을 어떤 문제가 있었고 어떻게 해결을 하셨는지가 궁금합니다. 가レ지 컬렉션っていうのは そうですねできるだけ怒ってしまうものやはりガベージコレクション自体はどうしても避けられないものなんですねあの普通に C シャープである以上はど,どっかのタイミングで怒ってしまうっていうのはあるんでその例えば目立ちにくいところにそれを送ってしまうということでまあごまかすとユーザーの体感としてそのプレイしている最中に 止めててししままうううということといこをするスストレスに感じ,て感じられてしまうので例えばフェードアウトしたときとかあとはバトルに入って切り替わるタイミングとかそういったタイミングで起こるようにしていこうかというところでなんとか乗り越えましたあとはです、ね、本当に小さな工夫たちってさっき小さな工夫ということなんですけれども例えばオリジナルのソース版リソース CE++ の中では、えー、4, 4分ですねその中で何回も入している。 変数とかがあったらそういうところを外に出して設定してしまうとかあとは何回も変数を作,って作るっていうところがあればもうスタティックで作ってしまうとかそういう小さな工夫たちをもう本当に積み重ねです各プロジェクトのプログラマーたちがその努力していろいろ修正を加えてくれたことでだいぶ減らせたんじゃないかなと思いますそんな感じで大丈夫でしょうか 네, yeah, 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 자, 마 1견 だけ 혹시 아, 자, 그중간方.그 리소스랑 여러 가지 줄이는 것에 설명을 해 주셨는데 그 오디오 관련돼서 좀 궁금한 게 있었는데 오디오가 이제 네이티브를 사용하면은 용량이 무지막지게 커진 대신에 대신에 이제 부하는 많이 줄어드는데 이제 압축을 해서 쓰게 되면은 그 평소에 비해서 부하가 5배 이상 걸리기 때문에 그 이제 제 퍼포먼스에 엄청난 영향을 미치는데 그거 관련된 처리를 어떻게 하셨는지 좀 궁금합니다. えー、オーディオの負荷に関してなんですけれども「えー、ドラゴンクエスト8」ではマスクエアニックスの方で独自で開発している、えー、オーディオのエンジンがありましてそちらを利用して、えー、処理を、えー、パフォーマンスを上げておりますでもしあの問題があればそこはもうプロジェクトに合わせたチューニングであったりですとかそういったものを、えー、対応してもらうようにしております 以上でよろしいでしょうかありがとうございますそれでは、えー、皆さんありがとうございました